皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。ファンが新川空港で撮影したぼんやりとした映像が拡散され、アーミーや一般の人々の間で大きな波紋を呼んでいます。映像には、ジンが誰かと別れを告げる様子が映っており、二人が別れ際にキスをしたのではないかという憶測が広がっています。 この動画が拡散されると同時に削除されたこともあり、ハイブやジンのチームによる介入があったのではないかとの噂も出ています。さらに、ジンの最新ソロアルバムハッピーが、この騒動の影響で一部の市場で規制される可能性があるとの噂が浮上しています。アルバムは多くのファンに愛されている一方で、ジンの精錬なイメージが損なわれることを懸念する声もあります。ただし、 これらの憶測は現時点では根拠がなく、ファンの間では議論が続いています。ハイブの創業者であるパンシヒョク氏が謝罪を発表したとの報道もあり、その内容が何を指しているのか注目が集まっています。この謝罪が今回の騒動に関連しているのか、アルバムのプロモーションに関するものなのか、詳細は明らかにされていません。アーミーは SNS で、シャープププロテクトジーン、や、 シャープリーブジンアローンといったハッシュタグを使い、ジンのプライバシーを守るべきだと主張しています。ファンはこの騒動がジンの音楽的成果を覆い隠してしまうことを懸念し、彼の個人的な問題は尊重されるべきだと訴えています。メディアはこの件を連日報道し、映像の真偽やプライバシーの問題をめぐって議論が加熱しています。ハイブがどのように対応するかによって、 今後の展開が大きく左右されるでしょう。一方、ジン自身は沈黙を守っており、その姿勢がさらに憶測を呼んでいます。この騒動がジンのキャリアにどのような影響を与えるのか、今後のプロジェクトに支障をきたすのか、ファンや関係者の関心は高まるばかりです。しかし、ファンの愛と支持は揺るぎなく、ジンのアーティストとしての成功を引き続き後押ししていくことでしょう。皆さん、 今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。